どうも、ピアニストの長島達也です。えー、今日は、留学を考えていらっしゃる方に、あの、助けになる情報を少し動画にしてまとめてみようかなと思います、えー。まず、多分一番最初に考えるのが、どこに留学しに行こうかっていうことだと思うんですけれども、それよりも僕個人的に大切なのが、いつ、もし留学するなら、いつ留学するのが一番いいんだろうっていうことだと思うんです。でね、えー、当然、あの、 音楽を学ぶ上だけの観点でそういうことって決められませんよね。例えば、えー、家庭の,あの小さな子供一人だけ海外に送るなんてことできないから家庭の事情とかいろんなことが関わってくると思うんです。ただそれを全く抜きにしたときにやっぱり僕は若ければ若いときの方が留学を進めます。その理由がもう本当に単純でピアノも一緒。ピアノを えー、ピアノをさらうってことねピアノを学ぶってこと、えー、ピアノを3歳4歳から始める人と18歳から始める人絶対にその吸収できるものが違いますよね18歳から始めたらダメとは言いませんだけど小さい時からやってるからこそ分かるってことは絶対あると思うんですでそういった意味で僕はやっぱりあの若ければ若い方がいい日本では一般的に 大学まで卒業して、それから大学院を海外でするっていうことが多いですよね。それはそれでいいことだと思います。ただ、現実的に考えて、二十何歳になってから得るもの、十代で得るもの、絶対違うと思います。そういった自然に自分の体に入ってくるその度合いを考えた時に、僕だったら早めを進めます。次に、 どこに行ったらいいんだろうこのどこに行くっていうのもやっぱりいろんな、えー、と情報とかそういうファクターがかかってあの決まることだと思います、えー。一番多分みんなが気になるのが学費かな学費になると例えばドイツとかイタリアほぼあのもう無料で勉強できるところがあると思ったら今度ヨーロッパの中でも学費を取るところがある。だけど、えー、例えばパリ音楽院 なんて多分年間15万円ぐらいいだと思いますよそれくらいでいけるで、えー、とパリのエコールノルマルこれは、えー、と国立じゃなくてこれ私立の学校なんですそうするともっと高くてそれでもでも日本よりも全然全然安くて年間に多分4 5 0万円でいけるんじゃないかな、えー、ウィーン国立もそうですねだたい10万とか14万とか多分そこら辺でいけると思うんです えー、そういった感じでもうヨーロッパは全体的にとても安くいけるそれがもう非常にプラスですよねでもそのヨーロッパの中にでもイギリスみたいなところはめちゃくちゃ高いですイギリスは多分もう日本と同じような高さ今度アメリカに行くとめちゃくちゃ高いですこれ異常じゃないかっていうぐらい高くなります、えー、そうやった学費のあの細かいことは また別に動画で一つ一つの音楽学校についての動画を作り上げようと思います。例えばジュリアードだったらジュリアードだけ。で、学費のことから先生のことからそういうことを全部取り上げてみようと思います。という感じで、学費を考えるとヨーロッパ圏えー、イギリスを抜いたヨーロッパ圏とかのが安いっていうのはあります。だけどね、イギリスとかアメリカのいい点もあるんです。もし実技で自信があったら、奨学金制度がものすごくいいっていう点もあります。 アメリカでは、えー、大学院ととか博士号をを勉強すする人のほとんどが学学費を払わないで済みます、まあ、大学院はどうかわからないけど、えー、修士号というのが日本語であの大学の次のやつですだけど。博士課程で勉強する人はもうほぼ全員あのもし入れたらあの学費ただみたいなその分あのアシスタントとしてね仕事をちょっとしなきゃいけないとかはあると思うんですけれども。 っていうかアシスタントをしてたらものすごい少ないけど月々お金も払ってもらいます要するに学校用に通いながらお金を払ってもらえるっていう感じにはなります、えー、僕はイリノイ大学っていうところで、えー、博士号をやったんですけれども博士号っていうのが、えー、どれくらいもらってたかな本当少ないですよ月々に 増えてないな。もう10万円いかないんじゃないかな。だからもう本当に生活のおやつ代みたいな感じ。アメリカめちゃくちゃ物価が高いんで、そういう感じぐらいしかもらえません。だけど学費免除とか全部合わせたら、莫大なお金を払ってもらってるみたいな感じにはなってました。えー、それでは国が決まったら、どこの学校に行こうか。学校を選ぶ。皆さんこれ気をつけてください。学校を選ぶっていうのは確かに大切です。だけど、 音楽家なら一番大切なのは学校よりも誰に就きたいか誰と勉強するかなんです実は博士課程は僕はあの応募っていうか願書を出しませんでした一つも博士課程なんてやるつもりなかったしでアメリカでよくあることなんですけれどもコンクールとか優勝してたり、まあ、活動してると勝手に手紙が届くんですで僕3つの学校から届きましたイリノイ大学 そそれれかかららメリーーランド大学それからイエール大学学イルこの3つからオファーをもらった時にもうすぐにここだってもらったのがイエールただイエールは、えー、っと全額奨学金ではなかったもうほぼ全額なんだけどちょっと払わなきゃいけなかったのとそれから、えー、お金がもらえなかっただから、まあ本当にもう、うん、30万円ぐらい年間にだからもう本当ほぼただなんだけどだけどそれでもあの他の大学みたいに お金を払ってもらうまではいかなかった。それでも僕は言えるが良かった。だけど先生、誰が教えてるかを見たときに、僕は自分が、その年失礼なんだけど、一番行きたくない、その三つは一番最後に選ぶだろう、行きたくないじゃない、一番最後に選ぶだろう、イリノイ大学を選びました。その理由が、イアン・ホブソン先生がそこで教えていて、彼に着きたかったから僕はそこに行きました。例えば、僕はその時点でね、 将来も自分はピアニストになるつもりはない。将来自分は教えていくのを専門にやっていきたいって思ったら、もしかしたら、イアン・ホブソンとイリノイで勉強するよりも、自分が一番、あの、つきたいという先生ではないけど、イエールっていう、その、学位、その学じゃないや、学校の名前を、その履歴に載せられるっていうのが感じになることもあるのかな。 と思うので、そういった観点で選ぶことが大切です。ピアニストになりたい、音楽が上手になりたい、そういう人は、学校じゃなくて、先生で選びます。じゃあ次。今、先生である選ぶって言ったけど、学校は学校でとっても大切なことがあるんです。例えば、えー、イリノイ大学は公立大学だから、えー、もう、すごく優秀な大学。 だけど科学とかもいろんなことが優秀で音楽もその中でストラビンスキーが教えてたりあの有名なところでしただけどやっぱりジュリアードには環境的にかなわないイリノイでも田舎の方にあるしジュリアードはリンカンセンターメトロポリタンオペラニューヨークフィルそれからアメリカンバレエシアターもうアメリカを代表する楽団バレエだろうとオペラだろうとオーケストラだろうがそこにいて。 ただでリハーサルが見,見れる。えー、教師陣がもう本当に全員がイアン・ホブソンレベル。世界的に有名なアーティスト。イリノイ大学に,大学になると一人二人がもう世界レベルで、他の人は当然素晴らしいレベルの先生方なんだけど、えー、世界的に知られてる演奏家ではない。だからそこの違いで環境の違いができちゃうと思うんですよね。学校全体的なレベルが当然有名な学校の方が高い。 刺激をもっと受ける。それから、環境から受け,受ける刺激って大切ですよね。ウィーンに住んでるから、ウィーンのその音楽の自然に、生活の中である音楽を感じられる。それってものすごく大きな影響力だと僕は思うんです。そういったことを全部ひっくるめて、学校っていうのは決めるべきだと思います。さて、じゃあ、どこに行くか絞りました。 どこに誰と学びたいかって決めました。そしたらここが肝心。僕、ショパンコンクールの時に、ほら、えー、っと、ソリタさんのニュースとかいろいろな人のニュースがいっぱい出てたじゃないですか。で、こういう記事を読んだんですよ。ソリタさんは、えー、っと、なんだっけ、そのポーランドの大学で自分の先生に着く前に、Facebook でメッセージをして、 あらかじめ話をして、それでもう向こうに行くって決めたみたいな。で、素晴らしい行動力だって書いてあった。まず、ソリタさんの行動,行動力は素晴らしい。あんなに若いのにオーケストラを立ち上げちゃった。えー、っと、マネジメント会社を立ち上げちゃった。もう、すごい行動力ですよね。えー、あのレベルのアーティストの中であれほどの行動力の人はいないと思います。でも、この件だけに関しては、行動力っていうかこれ当たり前のことなんです。海外では、 知らない先生、有名な人に全然 E メールを出して OK なんです。失礼でも何でもないんです。日本ではなんか偉い人に近づくと失礼とかそういう環境があるけど、それはそれで日本である習慣なんで、どうぞ、この中では保つべきでしょう。そういう習慣なんだから。だけど、海外ではそんなことしてたら自分が損するだけです。失礼でもないし、かえってシャイだから誤解されちゃいます。あ、この子そこまで 僕と学ぶ気がないんだなって誤解されちゃいますだからってめちゃくちゃアピールするって誤解する人もいるんですよよく、えー、海外から日本みたいなあのところから来た人でああ欧米はあの率直に何かをアピールするっていうんでそれをもう究極にやりすぎちゃうってことをよく見ました何かが、えー、失礼だとかそういう感覚は正直言ってすごく似てます ただ、もっと、はっきりとイエス、yes, no を、失礼でない限度で言うっていう風習なんです。それ、ちょっと、すごく助かるんで、覚えておいてください。さて、本題に戻って、自分がつきたい先生があったら、えー、っと、自分がせ、自分がつきたい先生を見つけたらだ。ごめんなさい。自分のつきたい先生を見つけたら、Facebook でも、あの、Twitter でも、何でも、あの、学校のサイトに行ったら、大抵 E メールあります。 で、もし、E メールが見つからないんだったら、その、教えてる学校に手紙を書いちゃえばいいんです。教えてる学校に E メールを書いちゃえばいいんです。で、その先生の名前を書いたら絶対に届きます。僕、国際コンクールの審査を終えると、大抵、最低でも2、3通は E メール届いてます。あの、昔あの、大学で教えてた時、あの、先生と勉強したんですけど、あの、これ私の演奏です。その E メールに必ず、自分の履歴と、えー、演奏の動画、 を載せると。あの、とてもいいです。すごい。それ大切なことだと思います。もしあの返事が返ってこなかったら催促してもオッケーです。あの、なるべくあの失礼にならない程度にしてください。なぜならあの忙しい人ってたまに返事したくても忘れちゃう時があるんで、特に僕 <laughs> だから全然催促してオッケーだと思います。ただ催促しても。 一度最速しても返事が来なかったら、あ,あ興味がないんだなって思ってもいいかなって思います。えー、で、コンタクトが取れたら、もしできたら、プライベートレッスンをあらかじめ取っておく。これは二つ理由があります。一つは、その先生の教え方が自分と本当に合っているのか、自分が求めているものなのかを知ることができます。それから、先生に対してのアピールもできます。 まあ逆ってこともありますよね。ああ、こいつ教えたくねえなって思われたら最悪だけど、まあ、気に入ってもらえることを前提みたいな感じで、自分が自信があったらね。もし自分に自信がなかったら、例えば世界的なピアニストのとこに、あの、レッスンに行ったら逆効果ってのもあり得るかもしれません。わかりませ、ねうん、僕には。だけど、やっぱり自分のためにね、どういう教え方をするんだろうって知っといた方がいい。皆さんもわかる通り、ピアニストの中でも、 どんなに知識がすごい人でも、教えることに才能のある人と、教えることに興味のない人がいます。だからそれを探るのって大切だと思います。それは、あの、子供を教える先生ともそうですよね。本当に才能があって、子供を教えられる、うん、技量を持っている人と持ってない人っているんで、全く同じことなんです。だから、あらかじめレッスンを取ることは大切です。 もしそのプライベートレッスンを取った相手が、えー、その世界的に有名なピアニストだったらそこでほぼ内定してしまうっていうのもすっごくあり得る話です、えー、じゃあそれでつきたい先生が決まった行きたい学校が決まったじゃあそろそろあのー、願書を出す願書を出して受験に受かって行く準備をする 語学のテストがあるところがほとんどです。国によっては、語学のテストが入学する前に必要な、あの、ことであったり、その大学で必要なことであったり、例えばウィーンみたいなところは、ビザを取るときにもう語学に、語学のテストに合格しないといけない。だから、それも知らなきゃいけない。例えば、国は別に語学のテストを、あの、そこまで厳しくないんだけど、大学だけ、 アメリカがそんな感じなんだけどそうなると例えばめちゃくちゃピアノが上手いとそれをなんとなく多めに見てくれるところもあります例えばジュリアードで僕はよく見たのが英語が全然話せないけどお前卒業するまでに英語ペラペラになってるよ卒業するまでにそのトイフルっていう英語のテストパスしろよみたいな感じで言ってくれる特待生扱いのことがありますあそれともう一つ 学校によって、えー、っと、音楽以外の勉強にとっても厳しい学校と、それ、勉強がそこまで厳しくない学校と二つに分かれます。で、大学のレベルだったら、まあ、どこにいても大抵同じぐらいなんだけど、今度、博士号に入ると、ものすごい差が出てきます。例えば、えー、シンシナティ。 とか、そういうとこになると、もう、勉強がものすごく大変。それに対して、やっぱりジュリアードとかになると、まあ、当然勉強めっちゃ大変です。だけど、ちゃんと、あの、なんていうのかな、えー、演奏の方にも力を入れてくれる。それから、えー、チョイスをくれるんですよね。論文が、何 ?2000 ページ、3000ページの論文1個なのか。それか、それの半分ぐらいの量で、えー、っと、レクチャー、リサイタル。 1> 1回やるのかそれか何だっけな50ページ100ページの論文とレクチャーリサイタルを3回縦継ぎにバンバンまでってやるのかなそんな感じでいろいろチョイスをくれるところが音楽院ではあります公立の大学に入ると公立大学のシステム音楽だけじゃなくて全てのシステムにルールがあるんでそういう融通があまり効かないっていうところがあるかなって って感じはしますあちなみに今言ったのはもうアメリカだけの話です。えー、それから、アメリカでもそうだけど、ヨーロッパでは別にその博士号とかじゃなくて、演奏家のディプロマとか、そういう演奏家としての一番上のレベルの、あの、家庭っていうのがあって、えー、そういう、どの過程で勉強したいのかっていうのもすごく大切になってくると思います。えー、さっっきも言ったように今後は 一つ一つの有名校の、えー、動画を少しずつ作っていけたらなと思いますでその時に誰がその学校で教えているか環境はどんな感じなのか、えー、それから学費のことなども言っていこうと思いますあもう一つ特に日本から、えー、行く方治安に気をつけてください日本ほど安全なところはないって思ってくださいだからって海外は、ね、めちゃくちゃ危険とも限,ら限りません ただ、財布をなくしても戻ってくるとか、えー、っと、スタバで自分の、うん、テーブルを取っとくために、何、携帯を置いとくとか、それはもう絶対海外でしないでください。どんな安全なとこでも。ほぼ、なくなります。盗まれます。特に、あの、携帯とかは。<笑><笑>えー、やっぱり、アメリカなんて都市によってはめちゃくちゃ怖いところと安全なところとかがあるし、それ知っとくのはすごく大切だと思います。 今日はこんなところです、えー。終わりに戻ってきてくれたね。ありがとう、えー。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねマークお願いします。えー、チャンネル登録もお願いします。それではまた、さよなら。オリバ、さよなら言った。<laughs> バーイ。